次に山井一則君。 えっと、30分間質問させていただきます、えー、前半は、えー、尾身会長をお越しをいただきます、尾身会長を中心に、後半は、えー、田村大臣中心にご質問させていただきたいと思います、えー。東京などの首都圏の解除については、先ほど長妻議員が尾身会長に質問をされておられました、その答弁もお聞きしておりました、まあ、その前提でお伺いをしたいと思います。まあ、例えば昨日も東京は人とということで 新たな感染者が1週間前に比べて、の会議に比べて58人増えたと、それで埼玉と神奈川も1週間前に比べて昨日は増えました、まあ、下げ止まりではないかというふうにあの見られております、そこで尾身会長にまずお聞きしたいんですが、まあ、21日にまで今、延長となっておりますが、まあ、また21日の時点で再び再延長するか、 あるいは解除するか、現時点においては、両方の可能性があるということで、よろしいです尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。お答えいたします、あの先ほど、長妻委員の際にお答えしたように、この頃客観的、ある程度社会的に説明つかないような仕方での解除、あるいは延長というのはやるべきではないと思いますので。 しっかりした感染状況、あるいは医療体制への負荷というものをです、ね、しっかりと見極めて、まあ、ステージ3、にともです、ね、感染状況も、それから医療の負荷もステージ3になっていて、しかもステージ2の方に行く、まあ、改善しつつあるということがあれば、あのこれは解除ということになりますが、その反対に、まあ、ステージ3にはなっていても、どんどん状況が悪くなる。 ということであればです、ね、まあ、あの延長ということも可能性は、それは当然あって、この両方の,あの状況をしっかり見極め、特に先ほど申し上げましたように、その解除という場合は、やはりより重要なのは感染状況、感染の数も大事ですけれども、医療への負荷というのがより重要になるので、そういうことも考慮しながら、しっかりと判断することになるんではないかと私は思っております。 山和則君まあの両方の可能性があるということですが、まあ、前回も4日ほど前に菅総理がえ延長ということを発言をされました、そう考えると、4日前というと、来週の水曜日、もう1週間後には、その方向性を出すことになるかもしれないですね、あと1週間なんですね、実際。そこでお伺いしますが、ということは、医療 の状況が今よりも逼迫すれば再延長の可能性があるということでよろしいですか。おみ独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。お答えいたします。あの医療については今首都圏はあのステージ3になっていてあの徐々に全体としてはあの改善方向にいっていると思います。それで感染の方はですね。 あの下げ止まりということであるけれども、まだステージ2の中にいるということで、そういうことであの医療の、院のお,けのお尋ねの医療の負荷という意味では、少しずつ改善しているということはまあ間違いないと思います院長。山和則君まあ医療の負荷と感染者数と、両方であると思うんですけれど、ではあの感染者数。 これ下げ止まり、横ばい、あるいは来週に向けて微増という、感染者数が横ばいなり微増であっても、解除する可能性はあるということですか尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長それはあの最終的には、総合的に判断しますけれども。 と思いますけれども私はやはり一番あの先ほど申し上げましたように、あの大事なのは医療への負荷というものがどうなっているのか、でそういう意味で、当然医療の負荷という意味では、当然感染症の数が増えていければ、それで負荷になってきますから、そういう意味では、あのこれから、まあ、国の方も、多分大臣の、田村大臣の方が今、一生懸命やっていただいていると思いますけど、病床をもう少し増やすということも大事だし、 あるいはリバウンドについての準備がどのぐらいできたらということも当然、それが条件というふうには、そういう明確なものではないけど、そういうことも当然、最終的な判断のときには、準備がどれだけできているのかと、リバウンドに対して、そういうことも当然、視野の中に入れて判断するんではないかと私は思います。 委員長山和則君ちょっとまあ大切なことなので、もう一回確認させていただきますと、そしたら下げ止まりで感染者数が首都圏で横ばい、あるいは微増であっても、解除する可能性はあるということですか尾身独立行政法人地域医療機推進機構理事長あのこれがお答えいたします、首都圏の場合は、これはまあ私ども、再三申し上げてますが。 ある程度、まあ、緊急事態宣言と、まあ、本当に国民の多くの方々の,あの協力の受けで、かなり下がってきましたよね、で今、少し感染の減少のスピードが鈍化している、でこれはさまざまな理由があると思いますけど、一つは首都圏特有な問題があって、こ,のこれを今の状況のままで、今の状況というのはどういうことかと申しますと、首都圏においては、 隠れた感染源、あるいは見えないクラスターが存在しているということが、可能性がかなり私はあると思います。したがって、そうした隠れた感染源、あるいは見えないクラスターのもとをしっかりと検査するという、いわゆるわれわれが言っている深掘りの調査とか、重点的なモニタリング検査というものをしない限り、簡単にほかの都道府県のようにす、すらすらどんどんどん,どん、まあ、 あのステージ2、1のように、自動的に行くということは、感染症の数ということで非常に難しいと思いますので、そういう意味では、まあ、あのその首都圏の県については、特にですねやはりそうした隠れた感染源をどう見つけるかという努力と、まあかまあ、パッケージでやらないと、なかなかこれはあの難しいと思うので。 まあ、どこまで感染が上がったら解除ができるかどうかというのは、また全体的な判断だと思いますけれども、まあ、ステージ、まあ、今、2になってるわけですよね、でそこがまあ多少の、多少のあれだったらまだ持つけど、これがどん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 急激にステージ3、4になるとなれば別なんで、その辺はまは総合的な判断だと私は思います。委員長山井和則君 まあ、総合的な判断ということで、これ、まあ、昨日、割と埼玉、えー、神奈川、東京は1週間前に比べたらちょっと増えたんですけれど、これ、リバウンドの懸念というのはお感じになっておられますか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長お答えいたします、それはもう、リバウンドはあの他のもうすでに解除された地域ございますよね。 あの関西や中京、そこでも可能性はありますけども、これは何度強調しても強調すぎることはないと思いますけど首都圏における特殊性、人口の大きさとか人流の大きさと同時に、いわゆる私どもが何度も強調している匿名性というものがあって、なかなか感染の実態を終えてないというのがあの現状ですので、リバウンドの可能性は間違いなく、他の地域よりも高いので、 従しったがって解除をする、しないの判断の際にはです、ねその、もうすでに東京都なんかは始めていただいていると思いますけれども、しっかりとした今まで以上の重点的な検査と調査というのをカップルにしないと、なかなかこの事態を克服することは難しいんで、それがまあ、ある意味じゃ必須のものの一つだ、つまり検査、重点的な検査、それから深掘りの調査というものが、一つのまあ、 パッケージとしてやるということが極めて重要だと思います院長、山和その今、会長お述べになったリバウンドの懸念ですが、今、この首都圏が下げ止まり、あるいはちょっとリバウンドの懸念があるということに関して、変異株の影響というのはあると見ておられますか。お独立行政法人地域医療機機能推進機構理事長えと変異お答えします変異株の 影響が今のいわゆる下げ止まりにどれだけ関与しているかは分かりませんが、はっきりしていることは、ここに来たあの感染のまあ減少というものが、また少しここに来て、いわゆる食ですね、食を介しての感染が増え,、まあ、増えているということは間違いないと思います。そののの上で変異株の影響というのは 今、いろんなところで調査、もうこれは委員の、まあ、皆さんご承知のように、まあ、あの外国の情報ではあの、ではこの変異株が、まあ、かなり感染力が高いということが分かっていますが、それで日本で今の調査をしてますけど、日本でも同じようなことが起きているというエビデンスはありませんが、私はこの可能性は、もう、まあ、想定して準備しておく必要があると思いますけど、今現在のこの、 変異まあ、感染の減少が少し弱っているというのが、主な原因が変異株ということではなくて、やっぱりここは少しずつ、まあ我々社会全体がです、ね、あの少しずつまあ慣れてきて、あの飲食での感染等々が、これはまあ飲食店だけじゃなくてです、ね、あるいは高齢者の人も披露カラオケなんていう、そういうところがまあここの規定で、もう一つは見えない感染がどこかにあって、 まあそこのまあ結果として今見ているのは、今一番多いのは、院内感染高齢者施設の感染ですから、そういう意味では、どこかくすぶった感染が首都圏にはあるというふうに考えておいた方がいいと思うんで、それをどうやって見つけるかというのが、極めて重要なことだと思います委員長山井和成君。この変異株についてはまあ全国昨日で、まあ 変異株が322以を発見されて、一番多い埼玉が60人、その埼玉の中で10歳未満が21%という調査結果もあるんですが、やっぱりこの変異株、さまざ、あ、まな何かというのはありますけれどやはりお子さん方にも感染しやすいという理解でよろしいですか尾身独立行政法人地域医療機能え推進機構理事長あの委員おっしゃるように、もうそういう意味で。 今、報告されているのは、小児の感染が増えてますよね、これがあのいわゆる感染力があの従来の株よりも増えているということで起きているのか、たまたま感染がたまたまその子どもがいるようなところで起きたからということがまだはっきりはしていませんけれども、もうここまでき、えー、て、えーと、変異株があのいわゆる既存株を に置き換わるプロセスはもう始まってますので、でその上で、まあ、子どもへの感染も含めて、私はあの変異株が感染力を強めるということを想定した対策、それから想定したモニタリング、先ほど大学との等々お話、大学だけじゃなくて、民間の検査機関も協力していただくように、変異株のモニタリングについては、かなり強度にする必要が私はあると思います。委員長 山内和成君とりわけやはり、子どもたちをコロナから何としても守らねばと思います、まあ、そんな中で、まあ、これ、もうここまで再延長したから、21日にはまあ解除せざるを得ないんじゃないかと、それ解除した上で、まん延防止措置に移行したり、そこでまた時短を続けたらいいんじゃないかと、まあ、そういう意見もあるんですけれどその今までまん延防止措置というのは使ったことないですけれどまあ一旦解除して、 ただ完全的な解除じゃなくて、まん延防止措置で時短を続けていく、まあ、こういうふうなお考えについて、尾身会長、いかが思われます尾身独立行政本人地域医療機能推進機構理事長。はい、お答えいたします。あの解除いずれしますよね、あのいつするかともかく、私は解除した後にはあの、これは国全体、国自治体のリーダーシップ、それからわれわれ一般市民の協力申し、 もう必要要だだとと思思いいまますすがつの点が極めて重要だと思いますそれは1点目はあの、医療供給体制は、今、もう厚生省が中心にやっていただきますけれども、これはまあもう少し、まあ、大臣は今、2倍というようなことをおっしゃってますけど、そういうことで医療供給体制はしっかりと今まで以上にあの強化しておくということが1点目です。それから2点目は いわゆる私はあのサーキットブレーカーという考えが非常に重要だと思います。えー、一昨年もそういうふうに、まあ、あのプランをしたわけですけど、なかなかブレーカーが効かなくて、緊急事態宣言に至ったと思いますから、すぐちょっとでも感染の拡大の予兆があったら、それを早く見つけて、早く対応するということで、その文脈の中で私はマンボウというのも、そういう中であの解除した後も必要であれば。 果敢に使っていいいたただきたいというのがありますそれ三3点目は、これは一般の人々がもうコロネ疲れと言ってますから、国と自治体については、先ほど私申し上げた飲食店のインセンティブも含めて、かなり強いメッセージ、納得のあるメッセージというものが、これをしないと、なかなか一般の人の協力がこれ以上得るのは難しいと思うので、国自治体のリーダーシップをさらにお願いをしたいと思います。委員長 山井和則君あの尾身会長おっしゃいますように、やはりこれ、コロナ疲れ、自粛疲れ、特にあの事業者の方々も、もうさすがにこれ以上、お客さんと時短やってたら、いくらいろんな支援があるといっても、もうお店が持たないと、もうそういう悲鳴が上がってるんです。まあ、以前から尾身会長は今日の配布資料に入れておりますが、まあ、法整備もして。 自粛や感染防止対策を進めるには、そういう事業者への支援とかもセットでやるべきだということをおっしゃってましたが、まあ、私もま,まさにその質問、次にやろうと思うんですけれどそのやはり本当に実効性ある感染防止対策をやるためには、事業者への支援、あるいは生活環境者への支援をセットでやらねばと、まあ、このことについて、いかが思われますか尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。 えー、お答えしてます特に今回は、われわれの、まあまあ、分析もあったと思いますけど、食を介してというのが、そういうのが今回の緊急事態宣言の、まあ、時短ですよね、ということを中心にやって、そしたがって、あの飲食店の経営者の方々には大変なあの思いをされたと思うんで。 で私はこれからは特に、先ほど長妻委員からの,あのご質問のときにもありましたけど、飲食店の中でも、しっかりやってる飲食店がいっぱいあるんですよね、でこうしたところに対して、さまざ、あ、まなインセンティブといいますか、それからあと、私はぜひ国、自治体にお願いしたいのは、しっかりと、まあ、感染対策をやってるお店に、 まあ信頼のできる認定制度ですね、認証制度をやって、やっぱりしっかりやってるところにはお客さんが入るし、なんらかのインセンティブがあるということをしない限り、なかなかあの店お店の方もやる気が出てこないと思うんで、その辺のサポートはぜひお願いできればと思います委員長山内和成君。それに関連して、今日経済産業省をご指摘いただいておりますが、まあ、今、飲食の話がありましたが、飲食以外にももう本当に、 飲食以外のお店、中小企業、自粛等々で,ですね大変苦しんでいます、き、まあ、今日の配布資料にも入れさせてもらいましたが、私も地元の商工会議所や観光協会からも、要望を得ておりますが、なんとかですねこれ、2回目の持続化給付金、こういうものがないと、尾身会長もおっしゃったようにね、これ、さすがにもうこれ以上、自粛はもう続けられないと、精神的にという。 思いが飲食店以外に世の中、お商売されている方に蔓延していると思うんですが、なんとかこの二回目の持続化給付金、私たちも今、法案準備しておりますして、兆円ぐらいの予算をつけて、もう一回やるべきだと考えておりますが、二回目の持続化給付金、なんとかやっていただけませんか飯田中小企業庁事業環境部長。 お答えいたしますあの。持続化給付金でございますけれども、昨年5月にスタートしております。あの、そのときは、やはり今回の緊急事態宣言のときよりもですね、より広範な業態の事業者がその全国にわたって幅広く経済活動を自粛するという中で、感染拡大のリスクの知見も全くない中でですね、先行きは見えない、厳しい状況に直面する事業者に給付したものでございます。 あの今回の緊急事態宣言はあの対象地域の限定、あるいはそのこれまでの経験に基づいて、今もお話ありましたけれども、飲食につながる人の流れを制限する対策ということでございまして、支援策につきましても、こうしたの違いは踏まえる必要があるというふうに考えてございます。あのこうした観点から、コロナ本部の取りまとめも踏まえまして、 え全国全業種のですね幅広い事業者を対象とする持続化給付金ではなくて、緊急事態宣言地域における飲食店の時短営業や外出、移動の自粛の影響を受ける事業者の方々を念頭に、一時支援金を給付するというあの対応を政府として新たに取ることといたしましたこれはあの特に飲食店に限らず、幅広い業種の方、あるいは人の,あの移動の影響を受けるという意味では、地域もあの広くですねあの対象になるように、のそのような運用をしてまいりたいというふうに考えてございます。委員長山 支援金では額についても幅広さについても全く不十分ですのでぜひ2回目の住宅基本やっていただきたいと思いますそれで田村大臣にお聞きしたいんですがそれと関連してですね、2問あのちょっとセットでお聞きしますが先日も法案を出してまた田村大臣にも子ども貧困議連の会長としてお願いをしております2人親を含むですね。 えー、子育て・低所得家庭の給付金を、何とか三月中に出していただきたい。進学・進級、困っておられます。あのご、ー、満筆の、あのーえー、要望書も出ていると思います。この三月,中に,、まあ、3月中,中に案も取りまとめられるということですが、何とか三月中に、この低所得の子育て世帯への給付金をやってほしいということが一点。と、それと、その方々を含めて十万。 10万円の生活困窮の方、あるいはコロナで減収の方々を幅広くです、ね、住民税非課税世帯にとどまらず、2700万人、2.7兆円、これも私たち議員立法で出しております、こういう幅広い生活困窮者への給付金、これもやっていただきたいと思いますが、田村大臣、この2問、いかがでしょうか田村厚生労働大臣。あの非常にですね、収入が落ちられてですね。まあ 住民税非課税世帯の方々、特になんですが、まあ、それ以外にもなんですけれども、あのそういう方々に対して、まあ、いろんなご意見あると思いますが、多分度重なってでで、えー、まあ厳しい状況の中で,です、ね、えー、なかなかまあ一度きりではです、ね、対応できないんだろうなと、だからこそ、我々総合支援資金という形で、ひ、えー、月最大20万でありますけれども、これを3ヶ月。 さらに延長するこれ、最大60万円になりますから、しかも償還時、住民税非課税であれば、これは償還は免除という形になりますので、こういうもので対応させていただく方が、より幅広くですね、いろんな資金の必要なものに対して対応をしていただけるのではないのかなということで、決定をさせていただいたわけであります。 これ、何度も議論してますが、当事者の方々が要望されてるのは、お金貸してくれじゃないですよ、まあ、残念ながら、まあ、この間も菅総理に要望しましたが、1か月も2か月も給付金、給付金という、これ、私たちの意見じゃないんです、困ってられる方々、子どもたち、そして2人を含むお父さん、お母さん、そして生活困窮者の心の叫びに対して、残念ながら、 1>, 1ヶ月経ってもお金貸せます、お金貸しますという答弁は、まあ、残念ながらこれはあまりにも不誠実だと言わざるを得ませんので、3月中旬の取りまとめには、ぜひこの給付金、この子育て家庭だけじゃなく、生活困窮者、非課税世帯のみならず、幅広い方々への10万円の支給を入れていただきたいと思います、それで休業支援金のことに移ります、飯田さん、都民会長、お忙しいと思いますので、もうお戻りください、ありがとうございました。 これあの,今日の配布資料の10ページにもありますが、女性実質失業103万人、男性を含めると146万人、えー、休業であったにもかかわらず、あお戻りくださいもう、もお戻りください、お忙しいと思います。そういう中で、えー、休業手当が主婦と半減以上などにもかかおみ先生もどうぞ、お忙しいと思いますので、どうもありがとうございました。あそうですね 146万人もシフトが半減以上で、休業手当ゼロの方がおられるんです、これは本当にもう、私たちの責任、重大だと思っております、そこで田村大臣にお願いしたいと思うんですが、これ、非正規の女性の支援策も近々取りまとめられるということですけれど、ぜひともです、ね、先日からもお願いしています、川内さんを通じて、当事者の方にも会ってもらいましたが。 これやっぱりね、大企業の非正規の方も、去年4月から6月、今年の1月以降じゃなくて、ずっと去年4月以降の方に、中小企業との非正規の方と同様に、休業支援金の対象にしていただくというのを取りまとめに入れていただきたい、また同時にですね、これ、もっと休業支援金を申請しやすくしてほしい、今日の資料にもありますが、5400億円の予算を取って、たった15%、え、700億しかまだ使われてないんですね。これではやっぱりね、 残念ながら、これ、政治の失策ということになります。それで大企業の非正規、労働者は先日から申請始まりましたけど、何人申請されましたか、これ、本当にほとんどの方、申請できないというふうに嘆いておられます。えー、そしても、もし今、発表できないのであれば、分けてです、ね、今後スピーディーに大企業の非正規の方はこれぐらい申請されたということを発表していただきたいと思います。以上まとめてお答えください 田村厚生労働大臣あの大企業の方、ちょっと現在ですねあの、まだお答えできる状況ではありませんが、申請数をお示しをなるべく早くしたいと思います、それから、まあ、ずっとという話があったんですが、ちょっと私も理解ができないのは、その4月、6月、起業事態宣言の後、まあと、1か月という形になっているわけでありますが、あのそのあと終わって、 たぶんシフトが戻られているのか、戻っていなければ、何か他のお仕事に疲れて働いておられたはずなんだろうと思います。 あのですから、そこはですね緊急事態宣言という期間中に関して、これを対応させていただくと同時に、それだけではなくて、あまり今おっしゃっていただけないんですけれども、緊急事態宣言前でも、それぞれの地域で時短要請がございました、このときも影響を受けておられると思いますので、例えば東京で時短要請を受けられておって、シフトが減った方、北海道もございました、そういう範囲に関しては、同じような対応をさせていただくということ。 ございますので、えどうかそれもです、ね、あのしっかりとあの我々また伝えていきたいというふうに思いますけれども、ご理解いただければというふうに思いますいや、そこは理解できません、中小企業の非正規雇用の方と対象になる額、期間が2割か3割なんですね、中小企業の非正規の人と差をつけるのはどう考えてもおかしいんです。それで次の質問に移りますが あの今日の配布資料にも入れさせていただきましたが、とにかく、休業支援金もらえるはずの人がほとんど申請できない、もらえていないという中で、ね、今日の14ページにありますが、先日からお願いしてますのは、ここにありますけれど申請者の方々に対してです、ね、休業支援金の申請を検討してくださいという案内のペーパー、また事業者向けに関しては、休業支援金の申請を推奨してください、シフトを減するんだったら、時短するんだったら、休業するんだったら、こういう。 企業支援金ありますよということを言ってくださいということをですねまあ、今までから言っていただいておりますそれについては感謝してますがやっぱり分かりにくいのでこういう分かりやすいペーパーをあのホームページに出していただきたいなぜこう言いますかというと私ももう何百件の何百人の方の相談にってますが多くの方が相談したらそんな企業支援金申請するんだったら解雇するぞ仕事を減らすぞ実際申請する段だ,だったら申請するのか解雇を受け入れるのかどっちにするんだと 多くの方がそういう本当に泣いてられるんです。実際申請して解雇された方もおられます。さらに解雇されるんだったら、仕事減らされるんだったらもう涙を飲んで申請しないって言って本当に泣かれた方も私何人も見てます。使えないんです、残念ながら今のままでは。続いては田村大臣、ここに書きましたように、申請しても相談しても、それによって不利益取る扱いは 受けませんよ、安心してくださいということを事業者に書いてほしい、また事業者に向かっては申請や相談によって、これでシフト減らしたり、やめさせたりしたら、それは老朽法で指導の危険性もありますよ、これはですね本当に多くの指摘の通うような方、泣き寝入り、数十万もらえるのに申請できないんです。これはね口で言っても無理 厚生労働省がそのことをがんとペーパーに出していただいて、それをプリンタイトに印刷して、先進者の方がえ持っていくというふうにすればと思います、いかかがでしょうか田村厚生労働大臣。あのまあこういう申請を出すことで、不利益な取り扱いされること自体はですね許されない。 話でありますあの、まあ、今までも何度もです、ね、事業者にも関係団体を通じてお伝えしておりますが、あのまあ、より分かりやすい周知資料というのを作ってです、ねえー、徹底をしてまいりたいというふうに思います委員長山上和則君。いや、これ、3月中旬、非正規の女性の方の支援の取りまとめするというけど、一言で言えば、多くの方はなんで貧困になっているのかというと、休業支援金もらえる対象なのに、もらえないからなんです。 絵に描いたもちろんです、ぜひそれをもう100%の人がもらえるように、例えば企業側からも推奨してもらうとか、そういうことをしていただきたいと思います。最後の質問になりますが、通告しておりますけれど例えば大企業の非正規の方々も、今回、対象に加えていただいたわけですけれどほとんど申請ができません。なぜなぜらばこうね今更 しばらく一年ぶりぐらいで、そんな申請なんかできない格好悪くてというふうなことが多いんです。ついてはですね、質問通告もしておりますが、半年以上、四日以上大企業に勤務していたシフト制の主席労働者であ、例えば私の地元でも数百人の京都の大企業ホテルのアルバイトの方は、コロナによって9割以上の方が昨年4月以降、全く一年間、シフト入りたくても入れないんですね。そのようなこと、方々も今回申請したいと言っておられます。申請した場合、 昨年4月から6月、そして今年1月、2月の休業支援金を申請すれば、その両方の期間の休業支援金が支給されると理解してよいですか田村厚生労働大臣あの先ほども申し上げましたけど、雇用関係がこれ、継続していれば当然そうなります。 ただその雇用関係、例えば半年間、全く入ってないっていう話になると、その間、生活されるのに他で働いておられるということが前提になりますから、それをもってして雇用継続が成らされていたかどうかっていうのは、これはなかなか判断が難しいというふうに思いますので、あのそ,のそれぞれにおいて雇用が継続されているということであれば、それは4月、6月、1月、2月という形の中でおいて、これは申請していただいても対象になってくるということであります。委員長 山これだからシフトの労働者です、シフトなんです、そこは不明確なんです、はっきり言って、でもそういうシフトという働き方が、田村大臣ご存じのように、全国のホテルはほとんどこのシフトになってるんです、田村大臣おっしゃる意味はわかります、でもそこが不明確なんです、1年間、仕事したいと思って待ってられるんですよ、でも連絡が来ない、そういうケースが言い悪い抜きにして非常に多いんですね、非常に多いんです、残念ながら、それが実態なんです。 そういうふうな方にもあの、ぜひこれ、こういう方々が大部分なわけですから、対象になるように厚生労働省としても指導していただきたいと思います。幅広く、まあ、休業支援金の対象になるようにしていきたいというお言葉一言いただければと思います田村厚生労働大臣、申し合わせの時間がきていま実態として雇用が継続されていれば、それは対象になるということであります。委員長 山井和成君いや、これ、残念ながらもう終わりますが、シフトという落とし穴に多くの非正規の方、女性が落ちて、生活困窮になってるんです。そういう意味では、このシフトの方々にもしっかり企業賃金が出していただけますようにお願いいたします。ありがとうございました 次に早稲田優